どうもどうもこんばんは。今日は何を召し上がられてますか？私は千尊のボトルが余ってしまい、とうとう朝からちびちびと飲むようになってしまって、もうアル中でございます。今回はですね、前回の後編ということで、まずはね、ジョムテンビーチでお食事をしたいなと思っておりますので、ランチ兼モーニングを食べたいと思っております。ただね、今回もねぶらりと来ておりますので、どこのお店に行こうかなというのは全くございませんので、なすがままに歩いております。こちらのね、左側がイミグレーションのところになりますので、前回ね、もうどうだろう、半年ぐらい前でしょうか、子猫ちゃんがね、いましたので、まだいるかなと思いながら、ちょっとね、イミグレまでは行かないですけど、手前のところまでね入ってみたいと思いますので、見てください、この空。もうね、今日は最高の暑さでございます。2月の上旬でございますが、ピーカンもう真っ盛りということで、雨一滴もなくですね、まさに寒気のトップシーズンでございますので、ぜひね、皆さんパタヤに来られるときは2月に来ていただくとね、もう最高だと思いますので、ぜひ2月にお越しいただければと思います。左手にね、ファランの皆様が、まるでガン首を揃えて、ビール飲んでおります。ということで、こちらね、お店の方に、招き猫に招かれて入ってきました。猫がね3匹ぐらいいます。この見てください、このトゥリーを、見事ですよね。こんな木の下で、ゆっくりビール飲みたいと思います。まあお店もね、すごくいい風が入ってくるので、とてもエアコンないですけどね、快適ですよ。見てください、にゃんこがいますので、にゃんこがダメな方はダメでしょうかね。このお店はですね、一人で来ても多分すごくいいなと思いますから、村中で、そのままね、これまセカンドロードから来れますので、ぜひぜひね。でこのまたね、塩卵のソムタムがピカイチで、これもレモングラスの入ったね、これもピカイチでございますので、おすすめの、名店でございます。辛さはね、一応ミディアムでお願いしましたよ。うん、今日はマイペにしたからそんな辛くないで。うん、ビールが進む。本当はね、この後ね、チャーハンでも食べようかとね、カオパを食べようかと思ったんですけど、2人でね、この量でもう満足してしまったので、まあ、ビールはね、2本飲みましたけど、大満足の時間でございました。そんなしょっぱくないな。おいしい。ビーチロード沿いですので、比較的分かりやすいんじゃないかなと思いますので、場所はこちらになります。多分ですね、この時期、このタイミング、本当にロシアの方が多くて、何もかもが混んでます。ソンテウも混んでるし、車がめちゃめちゃ多いので、ちょっとね、時間ずらして、中途半端な時間に来られることをお勧めいたしますので、時間に余裕を持ってお出かけくださいませ。そんなこんなでね、にゃんこが私の元にね3匹ぐらいいるんですよ。こんな感じでね、遊びに来ますから、にゃんこ好きにはたまらないと思いますので、お一人様でもね十分楽しめると思いますので、本当ね、タイはね、ごめんなさいね、衛生管理上、まあ、僕も食品安全衛生法でね、従ってやってますが、全く無視してやってます。まあ、猫カフェのイメージでいいんじゃないですか。僕も猫カフェの、資格は持っておりますので、小動物の、ね、取扱責任者は持ってますから、まあまあね、猫カフェもできるんですけど、まあ僕はね、やるんだったらタイでね、やりたい、トラカフェをね、やりたいなと思っておりますよ。ということで、第2部はですね、今度はブッカオの方になりますんで、またね、ソンテウで、小旅行ということになりますので、皆さんもソンテウのね、映像を一緒にご覧になっていただいて、素敵な旅をしていただければいいんじゃないかなと思います。見ての通り、売卓もね、めちゃめちゃ多いんですけど、時間帯によってはね、全部埋まってしまってクローズされてしまいますので、もう本当ね、タクシーもボルトもちょっと値段が、まあ、若干上がってるかなというところで、雨が降るとね、非常に価格が2倍3倍になってきますから、まあそのあたりはね、考慮しながら配慮して、乗っていただければいいんじゃないかなと思います。
まあ損点はいつも変わらずね10バーツで動けますので、まあ、あとはねあのチャーターされてどこかでかけられてもいいんじゃないかなとは思いますので、まあ、いろんな楽しみ方をねしていただいて、まあ、プーケットに行くとねすると損点があんまりないので基本的にトゥクトゥクになるじゃないですか。でトゥクトゥクちょっといいねですからね、まあ昔と変わらないようなイメージですけど、まあねバンコクだったらあのスカイトレインが走ってますから、まあねあのだいぶ楽だと思いますけど、今日はあそこのピザ屋さん、あそこのピザ屋さんでピザを買いました。今日はねツナです。なんかね久しぶりにピザの箱をねどんどんと積んであるお店が出てましたので、そちらのピザをね、食べさせていただいたんですが、まあ値段はこれで89バーツでございます。まあ味はちょっとね、うん、薄めの味で、まあ、ケチャップなんかをつけて食べられる方だったらいいかなと思いますけど、まあちょっとね微妙かしらというところでございましたので、次回またねあの2店舗ちょっとピザのお店発見しました。1店舗はあの前回ねちらっとあのトムさんといったお店でね、アンチョビのピザを食べたいなというのが一つ、それからねソイロクのあの例のランウェイのねところの、向かい側にあるピザ屋さんが非常に繁盛してたんで多分あそこ美味しいんだろうなと思うので、そこもできればね入って撮影していきたいなと思っておりますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。タキさんはねガパオライスをね頼んでおりましたので、ただねここでも2回ぐらい私ガパオ食べてるんですけど、今回なんか人参が入ってたりとかね、あの、まあ、季節とやっぱ作り手で違うんでしょうけど、だいぶちょっと変わったガパオライスが来てましたので、後でチラッとねご覧いただければと思います。こちらのねあの物価市場もあんまり早い時間12時前だとねあまりお店がやってないので、この時間やっぱ1時半とかね、2時ぐらいに来ると、結構混んではいますが、席も空いてますのでね。で最近はねお掃除する方もいるので、昔に比べれば全く清潔ね、前は不衛生でしたけどあの清潔になってますので、ほとんど食べてるのも8割型ファランの方ですから、あの非常にいいんじゃないかなと思いますので、まあ値段とねいろいろ考えると、まあこちらのランチはねおすすめできるんじゃ、まあ皆さん知ってると思いますけどね、こちらがねガパオで、このね目玉焼きでやばいですよね。この目玉焼き付きを見るとねもうたまらないなと思っちゃいますけど、そんなにね辛くないと言ってましたから、辛いのはね苦手な方はこちらで食べられてもいいんじゃないかなと思います。とても美味しかったですよ。最近ねあのインド料理屋さんに行くじゃないですか。そうするとねタイ料理のタイ米とインド料理のもう本当のインディガ米なんか全然違うということが最近分かりまして、インド料理屋さんのお米はねやっぱちょっと硬くてね、やっぱりなんだろうなカレーに絡めて食べるっていう感じになりますけど、タイ料理の方はねまだねあんな感じでガパオのぶっかけで食べれるような感じでふっくらはしてますので、皆様もぜひ楽しんでいただければと思います。いかがでしたか。今回の動画はちょっと2本立てでね、ジョム店員と、こちらの物価の方で、ランチの方のメニューをご紹介させていただきました。次回もね1店舗サードロードにめちゃめちゃ美味しいムーガタ屋さんをね、行ってきましたので、すごいね牡蠣がね焼いて食べましたけどすっごく美味しいんですよ。そのお店も紹介させていただけますので楽しみにお待ちいただければ幸いでございます。本当にいつもね長い間視聴いただきまして誠にありがとうございます。感謝でございます。できる限りね、頑張って制作していきたいと思っておりますので、また皆さんも応援の方よろしくお願いいたします。よかったらチャンネル登録の方もしていただけますと、涙ちょちょ切れますのでよろしくお願いします。それではありがとうございました。また次回の動画楽しみにお待ちください。バイバイ。また見てね。